大谷でも今年変わったでしょ、アウトローを強く、うんうん、下と上との連動という言葉が、もう思い出します、もうサイパンが出てきますよ本当に。太さんの中でバッティングでまず何を、例えば子供たちとかもそうですけど、何を教えてあげたいとか何かありますか。まだ飯を食えよ、飯を食え。あ、今ねダイエットダイエットいいけど、ね、太る暇ないわな、俺ちゃんとやっていけば、うん、あ、やっぱり稲尾君でもね、あれでも、まあ、来た時はこれだけで細かったんだけどね、やっぱりだんだん自信持ってきたりするとね、クッと変わるね、うん、もう相撲でもそうですよ、うん、若い子は、ああ今晩、まあ琴ノ若とか若い関取同士は親方のおかげで付き合ってるんだけど、体が変わったらゴロッとよく、やっぱりね、あれだけもうやらない、だって練習するんだよね、はいはい、だけどやっぱり食べるということを並行しなきゃダメですよ。そうです、僕はもうこれ怪我したことを、はい、私とやった人は大概腱鞘炎になります。僕も2回手術しました。あ、本当ですか。僕は耐えました。岩村でもあれでもね、だけど今の医学ではすぐ治るんだけど、はい、僕の時はね、おそらく骨折しとったと思う。だから日本全国回っても、あ、OK って、ほんでバッと持ったらパッと、もうそういうぐらいでね、ほんでもうやめたんだけどね、1年間はもう日本中の医者に回った。まずは食事、まず飯から始まって、まあやっぱり野球に興味を持つということですと、まあ飯を食うことですね、はいはい、あとは親でも、今親御さんが面倒見るからね、はい、そういう人のことを素直に、まあ好きになるということに、野球がね、うん、もうこの人なんかいっぱい教えてるからね、お前もそうだけど、わしはもうもっと元気だったらアマチュア資格取ったんだけどね、そうですね、こうなったからね、いけなくてね、残念だけど、見るのは好きだけど、だからこれからの人との出会いを大事にすると、誰かが必ず助けてくれるよということは言えるね、うん、はい、飯を食う、好きになるっすね、うまくなりそうっすね。いやでもやっぱりいい選手って、いい選手ってやっぱり年々体大きくなっていきますよね、うんうん、体ができてきますよね、うん、そうだろ、はい、だからそのいつまでもこうくすぶってる選手って意外とこう体が全然変わらなかったりとか、うん、そう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 、そうですよね、うんうん、どのスポーツも一緒だよ。そうですね、あれだけいろいろ考えて、今や機械でこうやってね、痩せるっていうのはおかしいよね、太るの太るの、これが細いんだよね、やっぱりね、何食べても美味しいっていうのは、まあうどんの讃岐うどんだからな。もう何かあったらうどん、わしらの頃は食べれてなかった時代やけど、大木君なんかね、1年目で来てもね、あの野菜男はね、丼をぐーっと回るぐらい食べてるな、うん、やっぱり健啖化でなかったらダメだ、稲尾君もそうだしね、やっぱり食わないとダメですよ、だって練習量も最近なんかすごい多いじゃないですか、うん、だからまあ必要な、まあやっぱりセレクトして、この子にはこういう練習をさすと、はい、この子にはこういうことです。それとこうやっとったらうまくなるかもよ、中で、わしは問うね、はいはい。うまくなるとは言わない。それはその子がそれを聞き入れて、いかにそれをこなすかということだって、はい、かもよという話をしとったらいいんでね、うまくなるよということは断言できないけど、しかしそうして興味を持たすと、必ず自信がついてくるね。だから今の、村上なんかでも去年勝った時大泣きしとったけどね、はいはい、やっぱり嬉しいんだよな、勝てた、まあやっぱりそれはいろいろ苦労したりいろいろ努力した結果であるし、監督も使い切ったとか、この人たちも使い切ったというね、経験値の大きい4番でね、うん、我らの時でも豊田君がなんぼエラーして、うんうんうん、あれして三振ショットも性格と体の力と、うんいうのをこれは見抜いて、少々鼻っ柱が強くても疲れて慣れさすという、うん、ほんな競争意識だけを持つわね、まあ、そういうことで人を見て法を解け、少々生かすと、これは難しいけどそれが大事だね、うん、うん、少々いっぱいあったよな、あったんですかね。いや、まあでも本当太さんには勉強させられたっていうか、もう勉強になりました。いろいろ野球のことがやっぱりいろいろヘマをやって、年を取って君たちにも会っていろいろ、ああこういうことしちゃあかんかもねとかね、
これしとったらうまくなるかもよっていう話はできるようになったね、うん、努力したね。だから私らは日本ハムを行ったけど、あの時はまあ親父に一番にクビになった監督やけどね。だけどチームを作るからよろしく頼むよと言ってオーナーから言われたのは私なんだよ。それで宮田の親父に頼んで、はい、ヤクルトも日本ハムもできたのは親父さんと私で一番にクビになったのが私だからいやそりゃそうだよ、勝てなきゃね2年も。だけどもそこから、あ、俺はもう監督よりも人の人と抱する人間的にもね気が弱いしね。だから人と一緒にだからまあ汗かくことは得意だからということから各球団に3年の約束をする。阪神でも掛け札は眉美なみんなで、はい、トレードもダンブレーダーとあったこと、はい、まあ、ダンブレーダーなんて言った出会いがね、ヤンカージナルスに来た時に同じようなあれで、あれは新人でね、パーティーでもこう頭が空いてないとかこういうて一緒になってあれして、わしは野村の代打で満塁ホームランを打ったりしてね、カージナルスや中根ビッグバファローってお母さんその時の付き合いからよく知っとったな、うん、で何回来たからね。彼のとのヤクルト阪神の監督になった時に一番に私に来てくれと言うから、うん、彼の野球もやっぱりシンキングベースボールね、はい、やっぱり野村監督も教わったという、うん、まあいろいろな人の出会いだね。トさん、じゃあバッティングで遠くに飛ばすとか強い打球を打つ、その時の太さんなりの何が大切か、まあ、僕らはなんとなく分かってるんですけどもう喋れよ。やっぱりね、はい、今はもうわしらびっくりするようなね、わしの倍ぐらいの、うん、そういうのやつでもね、アメリカ式でどうだいて、大谷でも今年変わったでしょ、はいはい、あれだけの手術したりしてね、はい、こうしてフラフラしとったのがもうすり足みたいな、はい、やっぱりこれの移動タイミングとの足元の船じゃあかんちゅうこと、うん、あれしっかりタイミング作り取ってしっかり体をでひねってターンする、外の球をしっかり捉えられる、引きつけられるということだからね。お前に言わなかったか。いや僕はもうそんな何回もお前にややこしいことは言わなかったな。あ、そうですね、理論的には。今もね、彼らも仕事上いろいろ理論的なことをね言わないといけんけど、実際論と両方持っとるということはそうみだな、実際に自分がやってみて。だからまあ子供に教えるということも頼まれれば教える、それは自分も勉強になるというのは、これは野球界のためになるんで、飛ばすということはね、やっぱりいいポイント、いいタイミングで、その人なりのタイミングでいいポイントで捉えて、逆らわずに行く、ひっくりターン、バッといいポイントで捉えれば飛んでくれるんだ。いわゆるそれは反動の力ですよね、うん、これ力があるから飛ぶんじゃなくて、はい、大概こうしとるやつは当たらんな若松君の最後の方は長打も打つようになったんで、いわゆるタイミング作りとポイント、いいポイントで来たら飛んでいってくださいっていうような気持ちでね接するという、それが練習の中であれば無駄はないということです。だから阪神のあれなんか盛んに今年は体力はどうのこうの言うとるけど、やっぱり土台を作らなきゃ、うんうんうん、あの体がね円滑にこう回らない、うんうん、こことここローリングでボールは打つわ、これは打つわだよね、うんうん、やっぱりまず僕は最初に言えることはハイボールボールを振るなっていうことだ、うん、ボールここのフォークボールは多投されるね、しかし、はい、打ち損なってもええからいいスイングをしろということでね、はいはいはい、ここへ来てわっ、はい、空振りしろと、それは構わない、相手の投球が上回ったんだから、うん、ブライアントにもそれ言うとる、ね、うん、その代わりちょっと間違ったらバン、うん、これぐらい飛ぶ球はないよね、うん、やたら杉下さんとも話するんだけど、フォークボールフォークボールでただ真似しとるだけのフォークボールか、はい、本当にボールゾーンへグワッと落とすフォークボールかではフォークボールではないっていう、うん、そういう話を年に1回は必ずするんだけど、そういうものを持っとればね、そういう話をしてあげるとそれに準じた練習ができると思うんだね。それがここでやったいろいろ7カ所ぐらいだったかな、はい、マシンがありこれがあるこんなショートがある、ね、やらすごい練習をしたっていうことは、うん、やっぱり印象残ってるのはアウトローを強く打てる、うんうん、
ここが打てると全部自分より近い自分の方に近くなるんだから、うん、内回りすれば打てると。だからアウトローをいかに強く打てるポイントを知るかっていう、うん、まあ、タイミングとポイントですね。 それをもう反復ですよね。ですね。まあ、一番ね見えるコースはアウトコースを僕は思うんだよ、はい、それをねこんなことしたときこれ開いたんじゃない、ここまでいらっしゃいという感じで私は言うでしょ、はい、いらっしゃい来たら打つよ、はい、反応してくれるけど、はい、これだったりしまうとここも打てれ、はい、ここが正しくいっとけばこのリターンパーン変えるけど、はい、ここはいとったらこうよね、はい、もう必ずつながってるの。いわゆる下と上との連動という言葉がよく使うでしょ、はいはい、これが一番大事だね。連動は、ね、もう連動ね、何万回聞かない、ね、本当何万回だよね、はい、もう本当にこの動きも含めて、ね、もう思い出します。もうサイパンが出てきますよ本当に。いや、あの頃は、もうだいぶ50過ぎとったか、はい、いやいや、いろいろボケとったけど、これでまた長生きできる方は1年は今日はありがたいよ。いやいや、まだまだいけるでしょ。いや、まだ100まで生きるって言われてるんですから。いやいや、もう楽しいかなって。いやいや、もう太さんはもう記憶力もすごいね。そうですね。やっぱりすごいぞ。あのさっきのタクシーの中でちょっといろんな話したけど、はい、もういっぱい名前出て、これあこれで、あれこうでこうでこうで全部覚えてて、でまたあのその教え子っていうかの動き、はい、もう全部動きっていうか、あの、はい、ここに行ったよな、ここに行ったよな、ここに行ったよなっつって全部なんかこう、今も多分ずっと見られてますよね、うん、だってサトテルの話してますからね。あれ聞いた人とか石に寄せたお前人の、はい、俺はこうしてここを挟んでここでガンとも挟んだってここへバッと振らしたりね、石早稲田から切り出すって、はい、強打者巨人にも言ったね、はい、あいつがこうして泳ぐからね、はい、ここへ今私が寝そばってね、はい、こうして挟んでキュッキュッってこういうことだね。なほんそんな人がどう思うわね、この子のためにそう、ほんだらこれを覚えるようになるね、ここはしっかりなんか踏ん張らなきゃ、うん、ここの踏み込みもタイミング作りもできるって、うん、これはしっかりやっぱり今盛んに下半身を使うという言葉がもう毎日のように日刊スポーツも出とるけど、うん、なかなかそれが本当にね理解してるかどうかですね、できるようにね、はい、うん、言葉は優しい、言うは優しい、だけどしっかりね、よくね私なんかがやっとると古い話だななんていう大選手もおったけどね、評論家もね、古きを知りということやな、こんな新しいことに進まんよ、本校知心ということで、私らも古い人のね、青田さんとか川上さんとかやっとることとか話とか平井さんのことを聞いて自分なりに咀嚼してやると、はい、これがやっぱり大事だと思うね。そうですね、うん、なんかね、今は古いのが悪いみたいな風潮になってきてるから、うん、やっぱり先人の、ね、方たちが、まあ、プロ野球なんかもそれこそ中西さんより大先輩の方がから始まって、うん、今の子たちがあるわけじゃないですか、うん、だからそこを今の選手も理解してほしいですよね、うん、そうそうそう、やっぱり先輩方が作ってきた歴史を大事にしながら新しいものを取り入れていくっていうふうにしないと、そうせんとね、機会があるから急にこうしたら、はい、これが強くなったりバラバラでいったら何もならないしね、はい、そういうのを強くしたやつをいかに自分の体だからまとめて連動する、はいはい、ここは自分のエンジンだからね、はい、人じゃないんだから、それをいいエンジンを作りなさいよという話してやるとよくわかるんだろうね、はい、その頃流行っとるツイストとかなんていうかな、反動の力でパッ、はい、こうするとあの小さい大島でも馬場でも、はい、カーンと馬場が前 6本前神戸ホームラン打ったんだ、あだからあれは1割かなんか打てないからメインサードで、ね、小さいけど大島もそうですもんね、うん、大島もオリックス時代にもう散々中西さんに教えてもらってもう大師匠ですもんね。僕は逆に言ったらそういう若者でもそういう人から教わると、京都、うん、ああいうタイプの選手はああいう練習が良かったな、あ内田はこれでいかなか、うん、叩く、若松はこう柔らかくしてバーン、うん、この
似て非なるというか、うん、同じ左バッターでも違うという、うん、そういうことは岡本とか村上のことをよく見とるんだけど、はい、村上はちょっと足が滑っとるなということが、うん、オーバーストライドになるよ、うん、心配したりね、はいはいはい、言わんよ、はい、だけど修正してくるという、はい、岡本もホームランは打つけどもっと確実性のある4番になるという、はい、君もそう思うだろう、うん、そうですね。ね、ジャイアンツが強くなるならやっぱりもっと4番がね、4番5番がしっかりしないから、まあ、今年はしっかりした選手も来るらしいけど、うん、やっぱり外国人をいかに手なずけるというか、日本の野球に、ね、ヤクルトが優勝したの外国人2人だな、ね、当たったよね、生まれてはいなかったもんな。いや、あのね、あの最初ファーストベースの子は一生懸命やるんだけど、はい、あのライトの子はもう非常に柔軟性があるな、ね、柔らかい、あ、これは打つよいで、わしはうちの家内にいんね、うん、この外人打つよいだろ、パン、三振は怖がる必要ないんで、はいはい、いい球が来た時にパン反応したらいいんだ、はい、まあ、その子になったが、なんだろう、他の選手は中村が打つようになったり、はい、守れるようになったりね、まあ、相乗効果っていうのはやっぱり外人もうまくなじますと、はい、いうことはチームの中の大事だね。そうですね、バレンティンは苦労しました。バレンティンは苦労しました。バレンティンバレンティンで、いやいや、いろいろな外人と付き合わせてもらって、ね、ブロークイングリッシュで、僕は通訳はつけないけど、ベースボールイングリッシュだからね、うん、まあ、手と足で口で絶対に通訳は使わない。それないとハートがすぐつながらんね、うん、向こうも日本語も覚えるしね、うん、あ、このおっさんこういうことを言ってるという、うん、通訳の方は家族の面倒を見ておきなさいというのが私の理論です。あ、なるほど、うん、家族を見ておく、はい、通訳は勉強になりますね、うん、ね。大学生だからね。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここ使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107、110いきます。111、ピンピンピン。